頑張ってるようだな。父さん。違うだろう。血はつながってない。そんなの関係ない。会いたかった。すごく寂しくって。大丈夫だ。誇りに思う。何に？がっかりだろ。剣を奪われて、奴らを取り逃がした。そう自分を責めるな。俺たちが死んだのはお前のせいじゃない。生き残った者が志を受け継ぐ。剣なんて、所詮ものだ。俺が戦うのを嫌がってただろう。お前は迫り来る悪に立ち向かっただけ。正しいことだ。そろそろ行かなくては。行かないで。ここにはいられない。また会えるの？どうかな。母さんも見てる。一体何の夢を見てた。早く起きろ。とっくに夜は明けたぞ。ラジク様がお待ちになっている。ヨブスト博と話すって。分かった、すぐ行くよ。なんだよ。実はどう接していいか分からなくて、突然ラジク様の息子だと分かり、お前は上層部の仲間入りだ。俺は相変わらずペーペーだ。おいおい、勘弁してくれよ。俺領主に見えるか？見えないな。お前が領主なら俺は修道女。修道服さえ似合えばな。もう出てけよ。失せなきゃそろし台につなぐ。よう、ヘンリー。ヨブスト博との会談だってな。ええ。イストバンは、その後。捕まったか？まだだ。捕まえたらお前に一番に知らせる。安心しろ。捕まるさ。だといいけど。とにかく、今は会談に行きましょう。皆様に神の祝福があらんこと。はい、祝福ありがとうさん。彼は息子のヘンリー。
あなたに息子がいたとは驚きです。一番驚いたのはヘンリー自身ですよ。あちらがリヒテンシュタインのヨハン2世、評議会の一員だ。どうぞよろしく。ほら座れ。ヨブス博に今回の訪問の理由を聞こうじゃないか。お願いします。みなきっと同じ意見だと思いますが、このソーランを治めなければなりません。この国には王が必要です。あなたの言う王とは？いとこのメンテスランス4世、今は囚われの身です。正直に申し上げて、今の話には少々混乱しております。噂によれば貴殿は王に対立するシギスムントに疲れたと聞いています。そこは否定しません。私は常に立ち位置を示しています。だが今時代は変わりました。カカ、どう変わったというんです？ここに我々皆が認めざるを得ない事実があります。メンテスラウス王は不幸にも父上の当主の才覚を受け継いでいません。彼の失政はボヘミアを衰退させ、貴族とりわけ我らルクセンブルク家から富と力を奪ったのです。たく、王はなぜ手を打たず放置したんだ？気質ってやつでしょう。酒と女、彼にしか興味がありません。王になることなどこれっぽっちも望んでいませんでした。弟に王位を譲るべきだったのでは？確かに王冠を受けた者が果たすべき責務は重い。だが人に譲れば膨大な特権を失うことになる。しかし結局弟に屈する羽目になりました。手に負えない事態になるとシギスムントにソーランを収めてくれるように泣きついたんです。つまり攻撃は王の要請ということですか？なんだか頭がクラクラしてきたぞ。でもある意味道理にかなっています。シギスムントはルクセンブルク家全体の再建を図ったんです。彼はベンセスラウスが皇帝になるのに協力し、見返りに自分はローマの王の座に就こうとしました。きっとボヘミアと帝国は兄に残されると考えたのでしょう。そうすれば全て自分自身で治められると踏んでいたんです。兄が享楽にふける間にね。なぜベンセスラウスはもっと前にローマ皇帝にならなかった？ローマの王に選ばれたんだから、あとは教皇のとこ行って冠を乗せてもらうだけだったんだろ。さあな、多分教皇に会いに行くより狩りをしたり浴場で女と戯れたかったんだ。確かにその方が楽しそうだな。そのシギスムントの計画は万全に見えますが、結果は？兄弟は協力し、しばらくはうまくいきました。シギスムントが王国を治め、ベンツェスラウスを戴冠式のためにローマへ遠征させようとしたんです。だがその時ベンチェスラウスは気づいたんです。自分は単なるお飾りだと。まあこう言ってはなんですが、ベンチェスラウスとプロコプはひっぱたかないとわからない悪ガキですな。シギスムントもうなずきます。ボヘミアの統治計画を立てていたのに突如足をすくわれたんですからな。堪忍袋の王が切れて、引きずってでも戴冠式に連れて行くつもりだったのでしょう。たとえ泣き叫ぼうがね。そう、あなたが言うように悪ガキと同じ。もし噂通りなら、それで彼を拉致し、あなたの弟様を拉致した？その通り。それにあなたは手を貸した？噂通りならね。その通りです。間違いありません。プロコプが連れ去られるときその場にいました。状況が落ち着けば弟も目を覚ましてくれると期待していたんです。けれどもシギスムントの目的は争いごとの目を摘み取ることだけでした。身内を犠牲にしてもね。私には彼を止める術はありませんでした。それもあってご相談に伺ったんです。辛いのは全てが無駄になったことです。反逆者たちを止めることはおろか、激化するのを許し、結局この有様です。混乱の極みですよ。おっしゃる通りです。だが我々にはあなたの立ち位置がよく分かりません。解消のない王も守るべきだと。現実を考えればベンチェスラウスにどれほど欠点があろうと、我々には彼しかいません。無能でも担ぐしかないとはな。はあ、
でも人気はある。我々に何ができます？シギスムントを支えるのはベルゴーの夫教教、ローゼンバーグのハインリッヒ教。ちょっとここで話を元に戻しましょう。もう貴族連合の同輩たちも選択を誤ったと気づき始めています。今やベルゴーはあなたの味方ならば、我々と共に隊を組み、シギスムントと戦っては。我々はハンガリーにいないのですから、泥臭いことはやめましょう。無駄に兵や資金を費やす必要はありません。すでに交渉を始めています。ハンガリーの司教、ポーランド、それに当然チェコの貴族、同盟を組みましょうと。今シギスムントは日々後ろ盾を失っています。だから協力してほしいんです。どんな協力です？彼は屈強な兵を持ち、ローゼンバーグ、ベルゴー、プラハが味方しています。それだけの兵力が終わりで。私が求めているのはそのようなことではありません。ハンガリーでは彼への反乱が起きています。まあ一部私のおかげで、ね、今まさに彼は選択を迫られているんです。ここ一番の賭けに出てボヘミアの王の座を狙うか、もしくはハンガリーの王座にとどまるか、両方は取れない。今後国内での彼の立場は危うくなる。彼の力に懐疑的なのはローゼンバーグもベルゴーも同じです。彼らもバカではない。ボヘミアの貴族が一致団結したと知れば寝返るはずです。我々は誰も威力など持っとらんのですよ。ラジクは同盟関係の失敗で全てをなくしました。ディビシ教も同じ運命をたどりそうに。ラッタイでさえシギスムントの前では無力ですよ。その上閣下、王は捕らえられて力を失っています。牢から国は治められません。ならご提案は、腕を組んで座っているだけでボヘミアの地がすっかり集う灰になります。どんな手を使っても無意味な戦争を止めなければ。では伺いますが、貴族連合の本音はどこにあるんです？今の時点では私には何とも答えられませんな。ご自身で尋ねられてみては。そうだ、それがいい。私がベルゴーの城を訪ねて聞いてきますよ。それは悪くない。若いのに関心ですな。確かに、だが危険だ。貴族である使者を傷つけることはなかろう。ベルゴーが現状をどう考えているかや貴族連合の意向もわかる。我々も次の手を打てるってもんだ。書簡を書くのを手伝いますよ。ヘンリーを連れて行きます。よかろう。非常に優れた観察力もあるし、万一の場合は護衛にもなるだろう。ではヨハンには私の代理でクッテンバークに行ってもらいましょう。双方からの報告があれば状況を把握しやすくなります。いつ立てるんだ？準備が整い次第。よろしい。ヨブスト伯と書簡をしたためる。支度してここに戻ってこい。名前で書くのが良いでしょうな、ライパの領主。そうですな、辺境伯。具体的には何と書きましょうか。ディビシ教、あなたはどう思う？どうすべきかわからんな。私もです。ヨブストを知らなければ、彼は正しい信用に値すると言っただろうが。しかし、いろいろと聞きすぎた。しかしカポン教が馬に鞭を当てて逃げ帰ってくるようなことにならないような体裁で。彼の計画に乗るのが最良だ。その通り。ベルゴーのあなたが最近の状況に懸念していると書くのはいかがか。争いが平和的に収まってほしいので、貴族連合のご意見を伺いたいのです。可能性は低いだろう。素晴らしいですな。王を解放することについてどう思うかとも。ベンツェスラウス4世の解放がこの紛争を収める誘因となりうるとお考えか。国中のこのひどいありさまをどうするつもりかと思う。異国軍のボヘミアに対する略奪行為に対してどのような手立てをお考えか。うまいこと言いますな。もう一つ付け加えてはいかがでしょう。私のモラビアの辺境伯であるヨブストとボヘミアの貴族たちの発案に対しどうお考えか。
立ち向かうおつもりでしょうか、それとも支援なさるのかと。まるで私の心を読んどるようだ。さて、ねえ、楽しみです。お前の意気込みをくじくつもりはないが、息子よ、気をつけるんだぞ。こんな時代だ、道中で。大丈夫です。わかっている。お前は自力でどうにかできることを示してきた。だがお前の役目はカポン、彼を守ることが仕事だ。両目を見開き、耳を澄ましておけ。ベルゴーはお前たちに何か話す。安心してください。余計なことに巻き込まれるんじゃないぞ。手紙を渡して彼の返事を。はい、よろしい。ベルゴーはトロスキー城にいる。驚きで目を見張るはずだ。ここからは馬で3日で行ける。何事もなければすぐに戻ってこれるはずだ。ルクセンブルク家についてよく分かりませんでした。ルクセンブルク家はおよそ100年帝国とボヘミアを治めている。チャールズ皇帝がこの国を。ベンツェスラウスとシギスムントは彼の息子だ。異母兄弟だがよ。だが何年にもわたる武力衝突の末、シギスムントとベンツェスラウスにはもう一人弟がいた。マッテ・ゲルリッツのヨハン、おそらく毒殺されて死んだ。血の気がお。ヨブスと辺境。ベンツェスラウス王のいとこということくらいか。モラビアのつい最近まで貴族連合と同盟関係になった。一時は王に反し、プファルツのルパートに仕えていたが、今は急に。彼の目的は私にもわからない。信用しかねる男だ。よく注意をして。ただここ最近はシギスムント反乱軍の主導者であることには違いない。どうなるか見届けるしかないだろう。みなベンツェスラウス王にあまり関心がないように見えて気になります。知り合いですよね、実際は。そうだな。その質問に明快な回答はない。狩りの連れとの気に入らないことに対してはすぐにカッとなる方だった。外交能力も優れていたわけではなく、そういう類のこと。彼が姿をくらましている数ヶ月間、何が起こったかはお前も知っているだろう。血なまぐさい争いより。ヨブスとの言ってたプロコ。ヨブスとの弟で王のいとこだ。彼とヨブスとはモラビアの支配権。ベンツェスラウスを裏切り、プファルツのルパートについていたんだが、シゲスムントがベンツェスラウスを拉致した途端、プロコプは彼に対する反乱軍を。政治だ。ふん。ことを思うがままになす。貴族連合と俺たちが会いに行くベルゴーは。有力な貴族たちの連合だ。ローゼンバーグのハインリッヒ、ベルゴーの夫、フラデックのハインリッヒなど、ベンツェスラウスが地位の低い貴族たちとばかり親しくして、自分たちの影響力が減っていることに。何年も前に王を拉致し、要求を飲ませようとしたことがあった。あの時も、しかし、シギスムントの行動に苛立ちを感じ始めているようだ。だからま、シギスムントについてあまり。王の弟で、ハンガリー王でもある。7年前、十字軍をフランス騎士団の浅はかさが原因だったという者もいるが、彼らのほとんどは無残に虐殺。シギスムントは野心家で有能だ。ベンテスラウスよりも優れた統治をするだろう。しかし横柄な人。少し前まで彼自身もハンガリー貴族によって幽閉されていた。一部の貴族はベンテスラウスを憎むように彼も憎まれていたんだ。皮肉な。そしてこれが彼の兄に対する仕打ちだ。神のお導きは。プファルツのルパートとは今日までな。ルパートはプファルツの選定校だ。選定校って。ローマ王は法王によって神聖ローマ皇帝の王冠を与えられる。選定校とはそのローマ王の選定権を持つ神聖ローマ帝国の有力諸侯たちのことだ。帝国の貴族の中にはルパートの主張を支持する者もいたが、奴が皇帝の戴冠式のためにローマを訪れた時、それは大失敗に終わった。我々には今二人のローマ王がいる。ヨブストはシゲスムントの味方だったが、ここに来て忠誠先を変えた。リヒテンシュタインのヨハン。リヒテンシュタイン家は有力な一族でオーストリアとモラビアの不動産権を握っている。王がウィーンに幽閉されて以来、オーストリア系の一族は力を強めたの。ありがとうございます。よし、ハルシから手紙を受け取れ。幸運を祈る。ヨブスト辺境博をどう思う、バーナード。
今まで聞いてきた評判からして、彼に雨が降ったら濡れると言われても私は信じない。私もだ。一度以上味方を裏切った奴を信用するのは賢明ではない。その通り。プロコプのこともどうだか、実の弟ですら裏切ったということを隠すように話していた。だがシギスムントを追い出し、貴族たちを納得させることができるものといえばヨブストだけだろうな。調子はどうだ？ヨブストって一体何？正直にか？あいつの言葉は信用できない。我々をたベンゼスラウスを救い出すことがこの国のためになる。さあな、王は大酒飲みだ。酒に溺れ、娘を風呂に連れ込んだり、狩りの代わりに政治をしていたら平和に秩序が保たれていただろう。正直、なぜベンツェスラウス自身がシギスムントを救い出し、彼と合意し、シギスムントが同意した通りに振る舞い始めた途端、ベンツェスラウスは手のひらを返し、もしシギスムントの立場だったら。その一方でシギスムントがここまでやってきたことを思えば、兄よりも王にふさわしくないことはルパートなどもってのほかだ。もちろん同じくボヘミア王位を狙っているだろう。ヨブストについては言うまでもない。だから総合的に見て大酒飲みの王が一。プロコプについて、そうだな、彼はほとんどの期間。プロコプも統治自体にはあまり興味がないが、権利を奪おうとする相手には全力で敵対する。で、実の兄にも歯向かったんだろう。彼は今後シギスムントはどう。おそらく父である皇帝チャールズの時代のような輝かしい帝国を取り。しかし東からやってくるトルコ人と戦い、ジリオでは貴族たちと争っている。兄といとこたちともここで戦い、ドイツではルパートやマイセンの問題が山積みだ。さらに今までの、まあ他にどうすることもできなかっただろうがな。もっと平和な時代なら彼は良い王だっただろう。しかし貴族連合とベルゴーについては、王の権力が弱体化すると貴族はその利権を取れるだけ取ろう。貴族連合のメンバーは揃ってそんなやつばかりだ。1回目に王を拉致した時には、そして2度目の拉致だ。奴らはシギスムントの要請のまま国を。ベルゴーは国で最も位の高い侍従長だ。王が捕まった瞬間、ユダヤ人の虐殺を公言し、プファルツのルパート、ルパート自らローマ王を名乗り出たものの、それ以来ベンツェスラウスが有能だったならとっくの昔に肩をつけられていた。まあそれだったらウィーンの鉄格子の中に。うん、わかりました。どういたしまして。頑張れよ。それから気をつけるんだぞ。世界は危険だ。気をつけて。元気そうでな。さようなら。ほら、かなりうまく描けたと思いますが。そうでしょんな。これなら我々がシギスムントの敵か味方が分かるまい。一旦ブルノに戻りますが、すぐブランデンブルクに行くので帰りにここに寄らせてもらいます。その頃にはカポン家も戻るはずですから、今後について話し合いましょう。立たれる前に一つ聞きたい。このままじゃ眠れなくなりそうで、シギスムントが敵としてきたのには意味があるのでしょうか。先月ながら私が説明を。ああ、ぜひご教授願いたいね。私はハンガリーの近くに暮らしています。とてつもなく荒々しい国です。絶え間ない戦争が国民を屈強にしました。彼らに必要なのは圧政です。だからシギスムントは反逆に対して同様に対処しました。でも国の貴族に有効でもここでは通用しなかったんです。従わせることは必要だが、ならず者を使って虐殺や略奪をして何になるんです。何のためにそんなことを。彼はボヘミアの貴族に連合を組む機会を与えたじゃないですか。まあ最終通告を拒否されて忍耐力を失い剣を手に取りましたが、シギスムントは野蛮人以外を雇う資金がなかった。ハンガリーの貴族はボヘミアで戦っても何も得られませんから、彼は正規の兵を雇えずクマン人で間に合わせました。
シギスムントは報酬を払わず略奪を認めた。それでも彼はクマン人を満足させられなかった。だから彼はクッテンバークとスカリッツで金を奪ったんです、うん、なるほどな。カッカ、書簡の準備はできている。では立ちます。言いつけを忘れるなよ。頼みたいのは書簡を渡し返事を聞いて戻ること。決して挑発するんじゃないぞ。挑発？まさか。したことない。ほう。数日で戻ります。ではお元気で。行くぞヘンリー、みんなが待ってる。成功を祈る。さあ行くぞヘンリー。これはこれはラッ。ボルフリンとダンパン。それでどうだった？俺は彼にここを出ていくよう。本当か？お前はバカじゃないと思う。そんなことは。謙遜するなよ。野戦に参加せずにラッタイで留守番してた方がよかった。まさかこれほどた。へえ、怪我をしたのに。でも一番楽しかった場面が抜けてます。俺があなたを胸壁まで穀物袋みたいに引きずっていた時、死んだみたいにぐったりしてました。寝てしまったらしらけるだろ。だがもう少し優しく扱ってくれてもよかったんじゃないか。全身あざ。わかりました。なら次の機会にはイストバンの寛大なる慈悲に委ねるとします。バカ野郎、俺なしでどうするつもりだ。ともかく俺を外まで運んでくれてありがとな。閣下のためとあらば。じゃあな。さ、準備はできた。ええ。では馬に乗れ。ベルゴー卿が俺たちの到着を待ちわびてるぞ。高貴な隠し子人生はどんな感じだ？慣れてはきました。同じく今日はなんでお前をほったらかしにしてたのか教えてくれたか？話してくれました。うまくやっていけると思います。それはよかった。貴族の身からすると鍛冶屋の息子より貴族の私生児の方が友人でいられやすい。鍛冶屋をバカにすると怖いですよ、若き領主殿。ヨブスト教と彼の計画についてどう思いますか？腹黒いから少し迷ってるってとこかな。シギスムントは悪魔、ベンツェスラウスは犠牲者で、彼の味方は英雄、彼の敵は悪党だと思っていた。王さえ助け出せば元通りに戻ると思ったが、状況はもっと複雑なんだと分かったよ。本当に貴族たち全員が天使みたいに高潔だとは思ってませんでしたが、あんなに薄汚いとは。子供みたいに振る舞って。数々の裏切りをしてきた奴となぜまだ話し合いをする関係なのかわからないな。本当に信じがたい話です。知ってましたか？
ベンツェスラウス王があんな、その無能な酒飲みだって。正直知りたくなかったかな。俺の運命が賢く強い君主に見守られると信じていた方が安心して眠れるだろう。俺もです。なんて憂鬱な時代なんだろう。自分たちの王が信じられないなんて。でもいる時の方がまだ良かったですよね。そうだな。シギスムントについてはどう思いますか。もし俺が奴だったらもっと早く兄弟にうんざりしてただろうな。でも奴は人間じゃない。ここにけしかけた奴らがスカリッツで何をしたか。ああその通りだが、もしベンツェスラウスとプロコプが裏切らなかったらこんなことにはなっていなかったかもしれない。スカリッツへの襲撃はあいつの判断です。そうだな。でも奴の肩を持ってるわけじゃないが、我慢できるような男でもないだろ。ずるい最低野郎だ。それは間違いないな。プロコプについて何か知ってますか。はっ、ハヌシキョがちょいと教えてくれると思うぜ。なぜですか。昨年の冬、有名な騎士で泥棒男爵とも呼ばれるランバーグのスコル卿という男がイフラバの町を占領しようとした。その命令を下したのがプロコプだ。それがハヌシ卿と何か関係が。ああ、その時彼に加担してたんだ。もちろんヨブストの前で話すような話じゃない。一体どういうことです。貴族連合の側の町をどこか手に入れたかったんだ。だけど彼らは数百倍の戦力を持っていたにもかかわらず占領することはできなかった。イフラバの女たちを攻略できなかったんだよ。三つ股とネットを入れた大釜を持ったな。ハヌシ卿がそんなことを。ちょっと意外でした。プファルツのルパートについて何か知ってますか。少しな。権力固めに興味もなく反撃もしてこない王の座を奪い取ることすらできんやつだ。上に立つ者に必要なものが欠けている。それだけ分かれば俺には十分だ。今から相手にするベルゴーについては何か知ってますか。いい噂は聞かないが、中には彼に畏敬の念を抱いている貴族もいるように思う。それと彼の城は本当に素晴らしいらしい。生で見れるのが楽しみだよ。それに貴族連合って一体。金持ち、偉そうな態度。王はあまりお気に召せなかったようだ。もっと下級の貴族たちを取り巻きに選んでいたな。お前の父親のような。王を責めるつもりはないが、連合の貴族たちは影響力が減ったことが気に食わず強硬策に出た。俺がベンツェスラウスなら1回目に拉致された後奴らを公主権にしてやるさ。でもそうする代わりに地方議会の議席を与えた。奴らがまた同じことをしたって驚かないさ。
どうだヘンリー。もちろんです。ようやく国のことを深く知れるだろうし、お出かけ気分です。本当にな。それでは行くぞ。やっと役立っていると実感できるな。俺たちが王を救うんだ。酔っ払いの王を救うより、両親を殺した奴らをこの手で見つけ出して剣を奪い返して、その剣を突き刺したいよ。そう思い詰めるな。チャンスはいつかは巡ってくるさ。そう遠くない将来に。いざ進め。幸運の女神は勇者に微笑む。そうですわね。